数字？見て。怖い。なんなのここは。ここは言うなら算数地獄だ。この石畳の上の数字を何らかの法則に従って正しく順番に踏んでいけば何事もなく出口にたどり着くことができる。例えばこう、1からスタートして次に3か4、3か4の次は7か8、そして10か11というふうに2つのうち1つを何らかのルールを見つけて進んでいく。この例題の答えはわかるかな？1に3を足して4、その答えにまた3を足して7、さらにまた3を足して10というふうに順番に3を足していけばいい。つまりルールさえ見つけてしまえば簡単にゴールまでたどり着けるというわけだ。だがしかし、もし間違ってしまうとどうなるか。激怒。やだ。で、ちなみにあそこの壁が地面に降りてくる前に全員成功しないと閉じ込められてしまうんだ。キャンプ場から女の子がいなくなった件はここかな？はい。どうやら神殿に入り込んでしまったようだ。神殿？試練の神殿ですか？ああ。この重蔵爺さんはこの辺りの伝説に詳しいだけじゃなくて神と対話することもできるんです。その神殿ってどこですか？行ってみますが。無駄だ。その神殿は、それは恐ろしい場所でな。大人ですら一度入り込んだらそう簡単には出てこれん。知恵、勇気、友情、どれか一つ欠けても戻ってこれん。もう試練は始まったようじゃ。さあ、どうする？どうします？私は。どうしたの？耳、コウモリの耳が生えてる！え？わっ！本当だ！タケコも？わあ！肉も、サエも。これだこれだ、うん、関門を突破しなくてはお前たちの姿をコウモリに変えてしまう。僕みたいになっちゃうってことだね。さあ、誰から挑戦する？コウモリになっちゃうくらいなら。でも しよう。じゃんけんぽい。では行くのだ。最初が1、次が2か3、その次が。全然わかんない。
言っておくが、自分で考えなくてはダメだ。他の人は絶対に教えてはならない。行くのだ。1の場合が2、2の場合が4、4の場合が違う。掛け算じゃないってことは足し算？わかった。1、2、3、4って順番に足していけばいいんだ。1+1=2。次は2+2=4。次は4+3だから7。どうやら3人までは成功したようだ。では最後の人。すいません。さっきはあんな風に言ったんですけど、冷静になってみると、最近私サエに対して勉強しなさいってそれしか言ってないような気がするんです。もしかしたらそれが嫌で、あの子を。嫌がってるのをたくさん塾に通わせたり、親の身勝手を押し付けてしまってたのかもしれません。とにかく無事でいてくれたら。